お酒はどれくらい飲みますか？お酒はですね、なんだろう、いわゆるさ、お酒の話してわかるのかな？多分みんなその 10代の方が多いと思うんですけれども、そのお酒って、なんだろう、いわゆるこう、カクテルとかそういうものとか、なんかそれに対してこう、ビールとか、ハイボールとか、ワインとか、ブランデーとか、焼酎とか日本酒とかあるんですけど、カクテルとか嫌いじゃないんだけど、甘いんですよ。甘いお酒って、いっぱい飲めちゃうんですよね。いっぱい飲めちゃうから、すごい悪酔いしたり、気持ち悪くなっちゃったりするので、カクテルをとにかく飲まないようにしてる。だからそのサワーとかカクテルとかをとにかく控えてるから、僕が飲むのって、ワインとか、なんか日本酒とか、なんかそういう渋い感じのお酒になってくるんですよ。甘くないお酒。で、ああいうのはなんか一杯も飲めばもうなんかお酒飲んだって感じになるから、すごく楽しめます。で、ちなみにめちゃくちゃ弱くて、なんか2杯飲むともう寝ちゃうぐらいの弱いんですよ。酔いつぶれてもうなんか、一言も喋らず寝ちゃうみたいな感じだから、一杯をこうちびちびと飲む。なんていうの一番隅の席で一言も喋らずにちびちびとお酒を飲んで、誰かが帰った瞬間に、あ、すいません、僕も先お先失礼いたします、今日のライブありがとうございました、こうライブの打ち上げとかね、とにかく隅にいて最初に帰るっていう、いや付き合い悪すぎるんだよなマジで。